ポール・モドリッチは、アメリカ合衆国の生物学者である。専門は生科学、遺伝学で、特に DNA ミスマッチ修復の研究が有名である。デューク大学の教授で、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究員である。2015年、DNA 修復機構の解明により、トマス・リンダール、アジズ・サンジャルと共に、ノーベル科学賞を受賞した。 ポール・マドリッチ・アワーデッド2015ノーベルプライズ・イン・ケミストリー。ハミー、ハミー、httpww. ハミー、org、ニュース、ポール・マドリッチ・アワーデッド -2015 ノーベルプライズ・ケミストリー2015年10月7日、閲覧。ブロード、ウィリアム・ジェノーベルプライズ・イン・ケミストリー・アワーデッド2、トーマス・リンダー,アール、ポール・マドリッチ・ア,アジーズサンカール。 4DNA スタディーズ、ニューヨークタイムズ、http www.nitimes.com、HTML, 2015、10、08、サイエンス、トーマス・リンダール・ポール・マドリッチ・アジーズ、サンノーベル・ケミストリー、HTML2015 年10月7日閲覧。スタッフ、ザ・ノーベル・プライズ・イン・ケミストリー2015、DNA リペア、プロバイディング、ケミカル・スタビリティ・フォーライフ。 ノーベルプライ<ッ>ズ、http://www.nobelprize.orgslashnobelprizes, <ッ> <org> chemistry, ロリオッツ 2015popular chemistry prize2015pdf2015 2015年10月7日閲覧 abcde, デューク大学教授紹介ページポールマドリッチ、デューク大学 https, www バイオケムデューケエドゥポールエルマドリッチプライマリー2015年10月20日閲覧ありがとうございます